夏止まり半島。夏止まり半島は、青森県中央部、道の区湾に突き出た半島。夏白山地とも。道の区湾、青森県の中央付近に飛び出た半島部を夏止まり半島と呼ぶ。道の区湾は、夏止まり半島を境にして、東の野辺地湾と西の青森湾に区分される。半島の全域は、平内町、東津軽郡に属しており、 概ね小港川支流の森高和と高森山を半島の南限とする。半島の中央部は夏白山地となっている。半島の北端の突端部は夏とまり先と呼ばれ、その沖には大島がある。海岸部は西側と東側で様相が異なっていて、西浜と呼ばれる西海岸では夏白山地がそのまま海へと落ち込む断崖絶壁の地勢となっている。この 西海岸部には、油、目先やモー半島など、海上に突き出た、険しい岬城地形がいくつかあり、双子島、茂浦島などの岩礁、小島が散在する。東浜と呼ばれる東海岸も平地に乏しいが、海岸断球や人工的に作られた砂浜がある。南東部の正港川、森田川流域には、大地状の地形が広がっており、夏白大地と称する。 夏止まり半島は全般的に三畳期からジュラ紀に形成された岩盤を基盤としており、半島の東海岸にある縦石付近で観察されることから立石層と呼ばれている。この層は主にチャート石灰岩からなり、石灰岩には三畳期後期からジュラ紀前期と推定される化石、このドントも見られる。また一部に区鉄失業海岸も見られる。 青森県北部では普通、基盤となる岩盤層の上に、火山性の溶岩や、角歴岩からなる岩盤層、金河、沢層などが形成されているが、夏止まり半島では、これが見られない。その代わりに、新第三期に形成された歴岩や砂岩、業界岩からなる厚さ100メートルから150メートルの地層があり、弁慶内を模式地として、弁慶内層と呼ばれる。 弁慶内層は立石層を不整合に覆い、深いところは貝の化石を含む歴岩、上に行くと業界質砂岩となっている。弁慶内層の上には厚さ230メートルから最大700メートルに達する東滝層があり、弁慶内層を整合に覆っている。この層は深いところではシルトやデガン、その上に流門岩質の業界格歴岩、溶岩。 さらにその上に、玄武岩室の溶岩、最上部に、酸性の業界岩が堆積している。東滝層の上には、魔木層、最大厚さ400メートル、アサジ除層、厚さ180メートルから250メートルが、順番に整合して重なっている。魔木層は、低岩、血岩、アサジ除層は、業界室の砂岩、シルト岩と業界岩からなる。 半島の東部ではこの上に整合して、福島層、主に業界室のシルト岩、砂岩、厚さ280メートルから300メートルが重なっている。半島西部では、網羅層、安山岩やデーサイト溶岩、火山採雪岩からなる周海岩、最大厚さ1600メートルが、浅女層や福島層に指かわしていい。このか一部では、夏止まり半島の南西にある、 東岳山地由来の東岳層が見られる。これは石灰岩やチャート、霊室岩から構成されている。夏泊半島の北端部を夏泊まり先という。その200メートル沖合には大島があり、干潮時には地続きとなる。岬付近の海岸沿いには、江戸時代前半には村が形成されていたが、時期は不明瞭なものの廃村となった。集落跡には、 井戸があり、漁師の一時的な住居や放牧に利用されてきた。近年は観光客向けの土産物店などが集まっている。夏泊まり先の南側の広廃地は海岸段丘になっていて小高い草地の丘がある。この丘漁地は家畜の放牧地として利用されてきたが、今は一部がゴルフ場などに利用されている。この一帯は古くから椿山と呼ばれ、 江戸時代から椿の名所として全国的に知られていた。今は22ヘクタール余りの丘陵地に約7000本の矢部椿が自生する。ここは椿の自生地の北原として国の天然記念物椿自生北原地帯になっている。指定日1922年大正11年10月12日。江戸時代に東北地方の旅行記を刊行した。 菅井真澄、1754年から1859年は、津川寮の奥、津軽の奥の中で当地を、ここらの椿崎樽は、古瀬の春野の玉椿もこれをこそ呼ばねと投票した。また、松浦武四郎、1818 18年から1888年は、東欧公開日誌の中で、一山椿木木とにして、中に、松二十三株建りと記している。 つばき神社に伝わる胸札によれば、神社は、元六十一年、1698年に、つばき救助人心として混流されたのが乱象である。菅江雅美、津川寮の奥、津軽の奥の伝えるところによると、平安時代末期の文治年間、1185年から1189年、現地の女性が、近畿地方からやってきた男性と結婚の約束をして、送り出したが、 約束した期日までに男が戻らなかったために女性は椿山から海へ身を投げたのだという。間もなく帰ってきた男は女がすでに亡き者となったのを知って嘆き山のふもとに祀った。この時に近畿から持ってきた椿の身を植えたことから一帯に椿が広まったとされており、本来は温暖な地に自生する椿が本州北部の当地に生えているのはこのためだという。 椿神社は後に孫者となり、女性神ではなく猿田彦、旅行、恋愛の神と、塩土のおじ、後悔の神を放祭するようになった。完成9年、1797年の津軽俗説戦では、椿神社が猿田彦を祀るようになったのは、同じく、椿を冠する、伊勢国一宮の椿大神社、三重県鈴鹿市の主神が猿田彦であったことらの、 電波だろうという推論が紹介されている。椿神社付近の海岸では人工的な砂浜の用品が行われており、5月から初夏にかけて椿が赤い花を咲かせる鎮山とその山麓の椿神社は継承地として日本の渚百選1996年にも選ばれており、夏止まり半島の代表的な観光地の一つとなっている。 青森湾に面する夏泊半島の西海岸は、古くは西浜と呼ばれてきた。この西海岸は、典型的なリアス式の人工海岸で、海岸線は切り立った海色崖や複雑な家、岩場や岩礁に富む。一帯は工業場になっており、また声援も盛んに行われた。岬から南西側の海岸は、九時浜、九時の浜と称する。その南には、 リアス式の小さな岬があり、油目先と呼ばれている。モーラ半島は夏泊半島の西側に突き出た東西3キロメートルほどの岬である。周囲は断崖になっており、高いところでは落差1 0 0ルほどにもなる。半島の先端部には双子島、半島の南には茂浦島があり、いずれも工業場として知られる。半島の付け根にある モーラ地区では、江戸時代に海水を煮詰めて生塩が行っていた。最盛期には、年間6000秒もの塩を産出し、塩は青森に運ばれて、米と交換されていた。地域には、塩釜神社が祀られている。シンゲルウラは、水産業の拠点にもなっており、1966年、昭和41年から1967年、昭和42年にかけて、 青森県が約2億円を投じ、県立の水産総合研究センター増養食研究所、地方独立行政法人青森県産業術センター、旧青森県水産増殖センターを開設した。同所は、ホタテ貝の養殖研究などを担っており、青森県の水産業の重要基地に位置づけられている。モーラ半島から南へ1キロメートルほど沖合にある、 シゲルラ島は周囲約1 4キロメートル、最高値の標高1 0 7メートルの無人島である。大正時代に狐の繁殖事業が試みられ、秩父の宮、高松の宮が1921年、大正10年に洋子の状況を視察に訪れている。島での狐の繁殖自体には成功したが、成獣になると島から逃げ出したりするものがあり、事業家には至らなかった。 野辺地湾に面する松戸マリ半島の東部は、流気性の地盤になっていて、岩盤が伸びている。こちらには、海岸段丘が見られ、高深夜に形成された砂礫が堆積している。西風の影響のない野辺地湾は、こうした堆積物により浅い海になっていて、東海岸には所々に砂浜も見られる。一部では、人工的に砂浜を養生して、海水浴場となっているところもある。 半島北端の夏と周り先から、平内町中心部をなす小湊川の川口付近の小湊港,港、小湊漁港にかけては、割合なだらかな海岸線になっており、その途中にあるいくつかの岬には、微草先、安井先などの故障がある。安井先の500メートルほど北には、幅15メートル、高さ30メートルほどの巨岩がそびえ立っており、その昆布に、 直径2メートルほどの海食堂がある。1945年、昭和20年二軍がこのホラー穴を火薬庫として利用するため土砂を排出したところ、縄文時代後期に遡る大量の人骨、怪獣類の骨格器、貝殻、土器、殺菌式土器などが発見された。この洞窟の存在は、江戸時代から知られており、平内七不思議の一つとされている。 小湊川の川口付近は三角州になっていて、小湊川にが運んだ土砂の堆積で遠浅になっている。一帯は、浅助海岸と呼ばれ、白鳥のイ市としてよく知られており、小湊の白鳥及びそのイ市として、国の特別天然記念物の指定を受けている。天然記念物としての指定は1922年、大正11年。 特別天然記念物としての指定は1952年、昭和27年。夏白山地は、大地形としては、大宇山脈の一部となっており、その北端部をなす。山地形としては、南側の東岳山地、三角岳山地や十和田山地の異名もあるを経て、八甲田山地へと連なっている。夏白山地を構成する、峰の中では、中央部の水がたくさん、 標高三百二十三点四メートルが最高峰。このほか山地の北端に位置する横峰、椿山は椿が自生する北原として知られる。山地には巨岩が多く、主原道の信仰の対象になってきた。こうした山はカンナビと呼ばれ、巨岩は岩倉と称された。夏止まり半島の植生は水なや板やカエデが中心である。 海岸付近では、シナの木が加わった、風昇樹林が形成される。砂浜の海岸では、人為的に植えられた黒松並木も見られる。内陸部では、ヒノキアスナロが林を形成しているほか、杉の植樹も行われている。このほか、椿山は、ヤブツキの自生北原として名高い。夏泊半島の南東基部にある小港は、野辺地湾の入り江に面し、 小湊川が作る三角州と遠浅の浅女海岸、半島付近では、数少ない平坦地である夏白大地に囲まれている。一帯の丘陵地からは、縄文時代晩期から平安時代にかけての遺跡があり、数多くの石器や土器が見つかっている。歴史時代については、中世までの夏白半島は資料に、乏しく、あまりよくわかっていない。一帯は、 道の区国の外が浜と呼ばれる広い地域に含まれている。夏止まり半島の南西に位置する浅虫温泉付近の全地島崎は、あずま鏡に記録される研究1年、1190年の合戦地とされる。南北朝時代には、平内城をめぐって北朝方の蘇我貞光と南朝方の南部氏らが争ったとある。しかし資料に登場する南部市の拠点、 平内城は、その位置がどこであったかは、不明確である。所在については、諸説あり、平内町内には、小湊、副館、沼岳と、候補地が3カ所ある。戦国時代後期になると、南部市から分派した津軽市の勢力下となり、小湊に、鳥で、小湊館が築かれた。江戸時代初期には、広崎藩の大館所が設置され、後に、 広崎藩市藩の黒井藩の管轄となって、夏泊半島全域を治めた。江戸時代初期の昭法2年、1645年に作られた津軽軍の絵図には、夏泊半島の沿岸北部には、アイヌの居住地があったことが記されている。朝女海岸に位置する内伝軍は、歴代藩主の信仰を集めて保護され、正崎藩主、幕府の順権主も参詣していた。 夏止まり半島は、工作に適した平地に乏しい上、山瀬や降雪の悪影響が著しく、農業はあまり盛んではなかった。近代に入り、品種改良や機械化の導入により、野作はいくらか伸びたが、減炭製作によって減少に転じた。このほか肉用牛の放牧、柿生産の取り組みが行われた。林業は、江戸時代には生炎用の燃料とするため木材の、 伐採が行われていた。近代に入ると杉や松の植林が始まった。このほかキノコ類の栽培が行われている。海産業は古くから盛んで、江戸時代には製塩業が栄え、他に生子漁も行われていた。近代に入ると漁師たちはニシン、サケ、マスを求めて北海道やカラフトへで稼ぎに出た。現代は、 ホタテ貝の養殖技術が確立されたことから、1960年代以降、道の区安全域でのホタテ養殖の中心地となった。平内町はホタテの産地として著名であり、養殖ホタテの水揚げ量全国一位、2016年など、長らく国内の水揚げ一位となっている。ホタテの漁獲量は、平内町の総漁獲量の98%を超えており、他にはカレ ヒラメ、アイナメなどが取られている。ホタテに関連する産業として、加工業や建設業などの第二次産業も成長した。朝女海岸の白鳥飛来地が天然記念物に指定されているなど、夏止まり半島は、全域が全域が、朝虫夏白県立自然公園に指定されている。青森県道9号夏白公園線の開通により、観光産業にも公費が投じられ、 小港の夜、越山森林公園などが整備された。このほか半島の各地には釣り、海水浴、キャンプなどの行楽地がある。平内町では第一次産業と観光業の相乗効果を目指して、林業や水産業の試験場、生産地を組み入れた観光ルートを策定している。小港港は近代に入って間もない時期から北海道と本州を結ぶ。 青函航路の拠点校として着目されていた。1891年、明治24年に東北本線が開通して小港駅と東京が鉄路で結ばれると小港港の拡張計画が策定されるが事業化には至らなかった。北海道からの石炭の輸送を目的として1943年、昭和18年に実行に着手したものの、 太平洋戦争の自極化のために工事は進まず、1948年、昭和23年に一部の不当の完成にこぎつけた。これにより、第六星冠丸を使用しての節眼実験、貨車構想の試験が行われ、小港駅に貨物ターミナルが整備された。しかし最終的には、拠点輸送港としての利用は見送られることになり、港湾施設は漁業用となり、敷地には、 漁業や加工業者の施設が建設された。夏止まり半島の南の基部には、古くから小港川支流の森田川沿いに、欧州街道が通じており、これが現在の国道4号となっている。半島の沿岸部には、道は整備されておらず、内陸の山間地を小道が通じるのみで不便だった。近代になって、沿岸を一周する青森県道九号夏白公園線が、 整備され、日常生活や物流、観光に利用されるようになった。夏止まり半島は、沿岸部の平地に乏しく、海岸にはほとんど、道が通じていなかった。半島東北部の柳畑や田沢へは、小湊川の支流に沿って北上し、水が、たくさんの暗部、標高150メートルを超える、小越という約7キロメートルの峠道があるのみだった。 そのためこの地域は日常生活に不便をきたしており、1953年、昭和28年に小港越の改修が行われ、自動車の通行が可能な道路となった。しかし半島を周回する県道9号の開通後は、廃れ、崩壊が著しく自動車の通行は難しくなっている。青森湾に面した西海岸では、江戸時代の資料に、 朝虫温泉から茂浦,浦まで磯辺道が通じていた。茂浦へは森田川の上流部を経由して小港と往来する山道があり、その峠部は姉子坂と称する。姉子は狐が娘、姉子の姿で現れ、峠を行く人を化かすという伝承に由来するという。この峠道は1933年、昭和8年に改修が行われて勾配が緩和され、 県道9号もここを通るようになった。鉄道は1891年、明治24年に、東北本線が全通、半島の南東基部に小港駅、南西基部に浅虫駅が設けられた。その後1939年、昭和14年に、両駅の間に、西平内駅が開業した。2010年、平成22年に、 東北新幹線が青森まで延伸となった際に東北本線は第3セクターの青い森鉄道に移管された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。